甲子園は暑そうだなと思って。家にいて、この窓開けても暑いんだもんね。まずリスク分散しよう。ここ右側行ってっから、俺左側。最悪捕まっても、向こうの発電機回せんなら。これチームプレイね。全員同じ方向行ったら、狙われた時リスクなんだから。どちらか狙われてもどちらかつくでしょ。もちろんレイズ、ゴーストフェイス、せこいやつらは、銃仕掛けるっていうせこいやつらは、いやー、ダメだね、これ。漏れるとこがとんでもないやばいやつなの。開幕ヤシマンと同じレベルの、何の価値もないっていう。開幕ヤシ回せる暇があったら、カトレンジ回せよっていう。カトレンジ回さないと勝てないゲームですよ、これ。外国の人なのかわかんないんだけど、出資系好きっているよね。モバイルにないから逆に使ってんのかな。モバイルで見たことないから使ってやるってか。逆に。よく頑張った。回復する。もうちょっとで着くから。じゃなかったら回復するつもりだった。もうちょっとで着くのは分かったからな。よく頑張った。時間かかる。6割とか7割だったら、絶対に9治療。この場面絶対100治療。もう9割5分だったから。状況判断に優れるデッドバイのエース、ヒロちゃんがそんな真似はしないから、基本的に。誰も吊るされてない状態でリスクを背負う必要はないから。オーラだけ見てるとわけわかんない。クモン、トレイル入ってる。やばい。クモンのトレイル入ってる。手に行く。取りに行く。クモンのトレイル。触りに行く。じゃないと、三中負荷が続く。止めないといけない。どこだ？ OK！ いけるいける。丘はどっちが入り口？いつもわかんねえんだよ、丘の入り口。こっちか、先、見たわ、これ。おっ、まだ終わらない。やる？
見えないけど、多分32メートルしか見えないけど、多分発電機って多分見えんでしょ、多分。黄色くなったものは。よし。ああ、モレルの発電機係なら、こっちは救助係でも兼務してるから、治療してあげないと。全民のチェイスの発電機回ってない位置だったらありがたいけどね。やば。だいぶやばそう。だからさ、見てわかるでしょ？なんでヒロちゃんってデッドバイのエースなのか。俺のチェイスって美しいでしょ？他の人のチェイスどうだ？他の人のチェイスと俺のチェイスってどう違う？場所。100% 見てわかる美しさが俺の方のチェイス。ノーワンあるじゃん。止めるなよ。救助してらんねえだろ、今。ここ上げるから出ろよ。これがヒーローちゃんデッドバイのエース脱出することが大事。脱出しないで救助行ってるやつが正しいっていう、間違ってる。チームの勝利を優先する方がエース。うん、何が間違ってます？うん、間違ってない。絶対に俺は正しい、信じてます。予想外。前回、状況適応能力は起こ、デジャブとか、じゃない、血族なんだ。地雷。アドレナリン。まあいいや、もう見るのねえから。犯人が強引でも入りたがる性格なのが分かる。あの盤面で、負傷でも行こうとしてた。だから言って、負傷の時は、救助っていうのよりも、脱出を優先した方がいいよ。うん。俺は脱出ゲートを開けなきゃいけないから。脱出ゲートに飛んでってくれてるんだったらいいんだけど、ゲートに行ってくれない限り無理だから。でも地味だけど、みんな雲に取れるってみんな雲だもん。地雷爆破じゃねえとか、包丁だったら見えるけど地雷爆破じゃねえと思ってんのかな。私もね、一回食らって偉い目に遭ったことがある。なんでパンチ来たんだろうと思って。当時は負傷になっ、なんか負傷さ、ちょうどなんか、あればなんか解除される条件はあったけど、今もうないからね。たださ、発電機の交代、止めるっていう。発電機に触れるってやつですね。今度それでパンチ不快になるよ。ブルタイムは忘れた。60秒ごと。同性軍用は誰かの代わりに攻撃受けたら、ああ、だからフェミがなってる。80秒間衰弱。ノーワンは 4% 速くなるほどの、これ、8メートルだったかな、最初。90秒ぐらいでなんか全域見えるとかだった。
4メートルで30秒で24メートル。誰かの代わりに攻撃受けると衰弱になるやつ。80秒。補正金。今日のトレイルは、風邪引けると何十分になる。60秒のクールタイムあり。もう1は、まあいいや。はい。こんなん文面にしなくてもね、4メートル以内は最初見えるんだけど、30秒足すと24メートル見える。よし、勝ったー！よじゃーん！